さあやってまいりました、なるみつけいコーナーの時間でございます。今日もですね、えー、スタジオにカメラが入りまして、はい、YouTube カメラ、えーえー、後ほど、えー、編集して、えー、YouTube でアップされますんで、えー、ご覧いただきたいと思います。楽しく行こうぜい、えー、と行きたいと思いますけれどもね、はい、さあ、今週予想するのはですね、高松宮記念。は ねえ中京競馬場の芝 1200m のスプリント戦、もうスピード決着、1分10秒弱のですね、短いですね。そうなんですよ、はい、戦いとなっております。うん、メッセージ北海帝王さん あ僕は最近馬娘にハマっていますとあの競馬の知識あまりなかったんですがそ,、ね、その馬娘をプレイしていくうちに興味を持ってえ馬にはドラマがあるってことを知りましたと、うん、そこで今度の高松の宮記念競馬デビューしようと思いますと、まあ、僕の予想はインディチャンプで行こうと思っていますあっ美香さんの予想の予想もあってミッキー・ブリランテだと予想しておりますとえー <laughs> もうそういった展開までとりますけど「これウマ娘プリティダービー」っていうね、はい、こうゲームがあって今これが非常にこう人気だというところから競馬ファンも増えてきてるようなんですけど メッセージありがとうございますさあこれレシステンシアとかダノンスマッシュ去年香港のね治安を買ってる馬この辺りが人気になってきそうなんですが、はい、さあそんなことは全く関係ない田村美香さんの予想です <laughs>、はい、この高松の宮記念というのは、はい、私去年モズスーパーフレア予想したんですねお<ー>水野さん確かそうでしたよ、ね、それは確か朝ドラ に関連したものだったんですよ。フレア。フレア。はい。あのスカーレットというねドラマの主題歌だったんです。すみません、全部他局さんですので。はい。で、その朝ドラつながりにしてもいいですか？<笑><笑>一年ぶりだ。でもね、去年そのモズス,スーパーフレア繰 <laughs> り上がりあったけど <laughs> 優勝しましたから。<laughs> やった。そうあった。じゃあ今年は何ですか？今のがあのおちょやん。また他局ですみません。<laughs> 芝居茶屋ってていいううのが出てくんんですよあそうなんですよそなかはいはい、中に。はい、でその茶屋のお茶子っていう女性たちがいてお芝居見るお客さんにねいろいろこう飲み物出したりとか席をこう予約してこうお連れしたりとかっていう仕事するんです。で茶茶だなと思って茶ってなんかないかなと思ったら <laughs>、はい、インディーチャンプ。<laughs> ありました。おお、来た。インディーチャンプにいたします。はい。これ実力はですよ。そうなんですか。本当。いや、全然勝ってもおかしくない。はい。来ましたね。茶です。茶馬券。茶馬券。わかりました。ええ。あ毛の色も影ですか、茶色で。あいいじゃないですか。いいじゃないですか、茶色。大変だ、いろいろ無理やり。はい。私はですね。松戸さん。 去年皆さんが指名したモズスーパーフレア。<ー>連覇達成あらもうスピードとにかく速いんで、はい、逃げ切りを期待したいと思っております。えー、でね、あとレシステンシア、マルターズリオサ、うん、マルターズリオサの方が順番上かな、うん、マルターズリオサ、レシステンシアという、うん、女の子上位3頭。 行きたいと思います。女の子。もうインディーチャップはどっちなんですか。男の子でございます。あさあということで、<laughs> 今度の日曜日は高松の宮記念いよいよ試合始まるぜ。楽しく行こうぜ。